なんでだろうっていう話をすると、なんかね、やっぱりここだけは間違いないです。ただ、はい、というわけで本日ラストのイラストなんですが、作者さんは浅空気さん。作品タイトル純粋、作成ツールクリスタ、作成時間4日、特に見てもらいたい点、上手くなりたい点など、自分ではかなり上手く描けたのですが、残念なことにツイッターではあまり反応をいただけませんでした。3月9日現在。そのためなぜなのか原因を知りたいです。コメント目標など、いつも添削ありがとうございます。今回で4回目になります。もうこちらこそありがとうございます。もう何度でも申し込んでください。皆さん、今日も添削を楽しみにしています。目標はイラストでお仕事をいただけるようになりたいです、ということでね、ちょっと見ていきたいんですけど、今回のこのイラストは、そうだね、なんでだろうっていう話をすると、なんかね、やっぱり空間が空きすぎかな。なんかね、ストーリー性がちょっと弱い。なんか絵の雰囲気というか方向性的にはストーリーが欲しいんですけど、ちょっと水面がね、全体的にちょっとね、絵に合ってないかも。いや、表現としてはすごく綺麗に描けてるんですけど、なんかね、もう少し解像度というか、このなんか周りの水面感がちょっと弱い。弱いというかね、なんか立体感がない水面なんですよね。うん。だからなんかこの子がなんかどういう状況で今ここに座っているのかが少し伝わりにくいのはあるかなと思います。うん。まああとね、ちょっと目小さくしてあげた方がバランス良くなる気がしますね。キャラクターはね、すごく上手に描けていると思います。背景との親和性かな。なんかその背景ありのイラストの難しいところって、背景を描いた方がキャラクターイラストだけっていうか、キャラクターだけよりももちろんね、完成度が高くなっていればプラスに働くんですけど、なんかこう違和感あるよねっていう背景入っちゃってると、絵のその画面に対しての背景の比率って結構あるじゃないですか。今回のイラストなんてね、背景の見えてる部分とキャラクターの部分って多分面積的には背景の方が多いんですよ。っていう風になると、どうしても荒っぽく見えちゃうんだよね。で、やっぱりなんかその背景のこの映り込みみたいなのもちょっと合ってないかな。多分反転してくっつけた感じなんだと思うんだけど、なんかね、この光の入り方違和感あるかなっていうのが、なんかその背景がちょっとごちゃっとしてるというよりは、キャラクターとの親和性が、キャラクターのタッチ、要はこのキャラクターめちゃくちゃ上手に描けてるんだけど、なんか背景取ってつけた感が多分強いんだと思います。背景はね、めちゃくちゃ難しいんですよね。で、まあ、こう、そうだな、なんかね、なんでこれ波が立ってるのかとか、ね、例えばさ、このキャラクターを中心に、この、ないでる水面があるんだとしたら、キャラクターの周り以外って波立ってなくていいと思うんですよ。でも、なんかこう、水の、要は流水、流れがあるのであれば、もうちょっとその流れ、がある環境、例えば川なのか何なのかっていうのが伝わった方がいいと思うんですね。ちょっとね、なんかそこら辺の表現っていうのが少し違和感になっちゃってるのかなと思いました。思いましたで終わっちゃうとダメなので、手を入れなきゃいけないんだけど、キャラクターに関してはほぼいいんじゃないかなという気がするんだけど。なんか川、なんかコンセプトと多分違うから。あくまでアイディアの話なんですけど、まあ、例えば自然の中だったら左上のスペースにちょっとこの葉っぱ描いてみるとか、
で、なんかこう視線をとにかくこのキャラクターの方に誘導するものを描くっていうやり方ができるんですけど、多分違うじゃんこれ、川じゃないじゃんおそらくっていう風に考えると、どうしてもね左上が浮くんよ今僕自分で多分こういう絵描いたとしてもすごい悩むだろうなっていう局面にいる。まあ、ちょっとその今回タイトルのテーマとか衣装とかもちょっとアイドルっぽいから、なんかその心理描写的な感じだと思うんですよ。だからなんかそのちょっと具体的な案を今出すのがめちゃくちゃ悩んでいるところなんですけど、まあ、ただ一つだけ言えるのはこの左上の、まあ、この絵のタッチが残ってる部分もそうなんだけど、ちょっとねやっぱり浮いちゃってるっていうのはもう間違いなくて、でこれは変えた方がいいよねっていう。でまあやり方としてはさっき僕がやったみたいに、もうあの水面をもうちょっと手書きとかで白飛びさせてしまって流れ作るとか、あるいはまあこういう自然物、自然環境の中なのであればこう葉っぱとか描いてあげる。でこの葉っぱって別に岸とかじゃなくて、もっと手前にある感じのイメージ、わかるかな、なんか画面前にある葉っぱっていう感じで、これをやってあげて、でこれをぼかしてあげるとかするとピントが自然とここに合うんですよ。まあ今こうやってなんか葉っぱっぽい何かを描いてるわけなんですけど、まあたださ、これが心理描写だとここに葉っぱあるのおかしいからさ、あくまでこういう絵を描くときに心理描写みたいなのじゃなくて、自然背景だとするとこういう感じで、はい、なんかこれだけでもキャラクターのなんていうの、立体感というか位置っていうのがさ違和感なくなったし、あとまあ背景が多少こういうまあちょっとなんかキャラとこの背景だけだとどうしても浮くんだけど、まあピントをずらしたものっていうのを入れてあげることで多少柔らかくなるかなっていうのはあるね。あとやり方としてはそうか、ぼかしをかけてあげるっていうやり方はありかな。単純にもうこの左上全部にぼかしかける。まあやっぱりピントが合っちゃってるっていうのが何よりも違和感の原因かな。そうだね。ピントを調整してあげないとなんか全部に視線が行きやすくなっちゃって、余計にこのなんか水面感がないというか、まあ、水感がちょっと弱いっていうのはあると思う。ただこれ地面がその水の下、多分水がさこれ3センチとかさ 2,3 センチぐらいのめちゃくちゃ薄い感じなんだと思うんだけど、背景別の背景にした方がいいかな。で水面を描くにしても水面なのであればもうちょっと違う表現をしてあげた方がいいのは間違いない。ここだけは間違いないです。ただ、これがいいよっていう明確な案が今、ちょっと出せてない気がする。で、あとはトリミングを変えるとかかな。斜めにするのであれば、こういうトリミングで、キャラクターをね、もうちょっと前面に押し出してあげるやり方。まあ、その場合でもやっぱりなんかね、こっちの奥の手さ、なんかさ、例えばなんですけど、なんだろう、カメハメハでも打つのかな違うと思うんだけど、なんかね、この、なんか、で、視線をこっちに向けてあげるとかね、なんかそういうのがあると、ちょっと心理描写っぽくなるかなっていう気はする。そうなぁ。やっぱね、その、思ったよりも、なんかこう見てもらえなかったっていうところの原因としては、一番はこの左上、全体のピントが、なんか平等になっちゃってる。要は、視線誘導がうまくできてない。っていうところ、この背景とかもね、描写がそのまんまされてて、処理がされてないっていうところと、まあ、あとはそもそも左上の空間気になるよねっていうところ、左上の空間にちょっとあんまり意味を今感じてない。まあだから、いくつか取
トリミング、まあ、こういうトリミングにすればキャラクターすごい、まあね、背景描き足してあげた方がいいんだけど、まあ、キャラクターはドーンって目立つよねっていうのとか、あとは、まあ、同じようにキャラクターをアップにしてあげて、なおかつ、この、まあ、左上の空間を埋める目的でも、ちょっとこの、アクションを付け足すとか。まあ、あるいは、最初にやってたみたいに、自然背景なのであれば、アイテムをそもそも書き足してあげる。葉っぱとか、木とか。で、それが、自然とこのキャラクターに対しての視線誘導になるはずなんですよ。ちょっとね、今回やっぱその視線誘導が、で、しかもキャラクターもちぎれちゃってるじゃないですか、右側。これがね、なんか画面の収まりの悪さを感じちゃうんですよね。なんかこう、今わかる要素、キャラクター自体は可愛く描けてるんですよ。ただ、やっぱそのなんか反応あんま良くなかったなーって思うのであれば、やっぱりその空間がなんか意味のない空間だなっていう風に感じさせちゃう絵って、言ってしまえば未完成感が強くなっちゃうんですよ。とか、あと手抜き感。で、これはね、ほんと左上の空間をどう埋めるかっていうところじゃないかな、今回に関しては。あとはもうそもそも空間を減らすためのトリミングをする。こういうね、キャラクターを見せるんだっていう。で、別に水面はこのちょっとしか映ってなくても伝わるので、そんなにいっぱい描かなくていいと思うんだよね。で、水面をこの量描く以上は水面にやっぱ理由が欲しい。うん、なんか言語化できてきた気がする。少しずつ。竹花も成長している。っていう部分が総合的に、まあ、これはね、水面を光らせてちょっと要はキャラクター、これはどういう意図でやろうとしたかっていうと、白飛びさせることで情報量を減らして、で、だんだんキャラクターに近づくにつれて情報量を増やすっていうやり方を水面に対して与えることで、キャラクターに視線が行くようにしようとしたんだけど、ちょっと失敗しました、正直。すいません。もうまだまだ修行が足りませんでした。認めます。で、ただ、まあ、この状態とかで行くのであれば、やっぱりこの情報量を左上に用意してあげてほしいかな。だから、例えばこの葉っぱ入るだけでも、かなり自然になるんですよ。ただ、状況とかシチュエーションが別に自然の中じゃないんですっていう話になっちゃうと、ちょっと、要は合わないよねっていう話にもなってくるので、まあ、何にしてもこの、左上の空間に意味を与えてほしい。っていうのが、今回このイラストに対してのアドバイスかな。うん、本日ラストのイラスト添削でした。そうだね、やっぱ左上ですね。すみません、苦戦しました。素直に白状しますけど、苦戦しました。